卓球のシングルス W 杯で、史上初の兄弟で銅メダルを獲得した女子の張本美和、15、イコール木下グループイコールと男子の兄、友和、20、イコール友和企画イコールが22日、開催地のマカオから成田空港に帰国。世界ランク12位の美和は決勝トーナメント1回戦で同3位の王ゲイ道、王ゲイ的、中国、 お4対1で初めて破るなどかい進撃を見せ、19年大会で銀メダルの兄を超える大会日本制最年少15歳で表彰台入りを果たした。びっくり、お兄ちゃんと一緒に取れてよかった。最強国、中国との差は、縮まってきていると手応えも語った。準決勝で中国勢に敗れた友和は、妹は中国に勝ってのメダル。 僕より価値があると称えた。7月26日開幕のパリ五輪では卓球界初の兄弟で同時出場。ミワは団体専用員で初出場し、こちらも兄弟メダルに期待がかかる。開幕まで約3ヶ月、お兄ちゃんにも助言されて、今後は爆発力をつけたいとさらなる成長を誓った。